左手をつけなくしたよと、しかももう下手すぐったよと、足も跳ねれる、でこう倒れればこうなんか水が高いところから低いところに行くように必ず入ります。でだけどこう俺の左手左足で芹沢さんをこう芹沢さんの右半身を立ち上げますという形を明確に作ってるんで、まあ芹沢さんとしてはこの左手床についちゃえばさ、トクトクとか床についちゃえば変わらないんで、だからこれは困ったんだけど、でそういうのがまずあるんだね。 でも芹沢さんとしてはさ、なんかついでにこの左もでもズボンを握っちゃえばさ入らなくていいじゃんと思うわけ。でも俺としてはこの膝を握られたら寝るときに考えれば俺の膝がコントロールされてるわけだけど、まあ、いつも言う通りこうポジティブに考えれば俺の右膝を動かせば辻蔵さんの左手がこうついてくるんだね、漏れなくね、だから、まあ、この手は向こうに行くと変えらんし、この手こっちに行くとむしろ変えやすくなるよね。もしくはいいよかった。極端に言えば極端に言えばそういうことで、ちゃんとやるとちゃんとやるとこうずっと変えるんです。で、あるよ。でもそのすごく分かりづらい話だよね。でさあどうやってこれを動いてる、これをこっち動かしてる、左足なんだ。左足で床を蹴る力で今右尻だけついてるから膝をこう動くでしょ。これはできる。ちょっといいね。フックちょっとお尻を動かしてもらって、フックはフックガードっていうのは基本的にこう当たり前だけど跳ね上げるから足の甲とももをつけてんだけど、今くるって割るときだけつけるんですよ実は。ここちょっと離していいの、だってしょうがないじゃん。でも次の瞬間帰るからいいじゃん。だから跳ねたいんだけど跳ねてもしょうがないからつけて、こんな感じよ。